苗字の嫁の坊ちゃんです。今日のお話は第116話妖怪話し声の話前編です。慶長年間の終わり頃、夜中に話し声が聞こえるだけの奇妙な事件が起こりました。この時代といえば、関ヶ原の合戦が慶長5年にあり、その3年後の慶長8年に江戸時代が始まります。慶長20年には元和に改元されるという江戸時代が始まったばかりの頃にあたります。友人の関の氏が語った物事を著者が聞いて書いた物語です。著者は朝霞三位四符五録に記されていました。友人の関の氏は加賀藩に仕える老齢の侍であった。金沢に姉の嫁ぎ先があり、その息子に新保新左衛門という者がいた。その頃、新左衛門は加賀藩江戸屋敷に赴任しており、関野の姉にあたる老母が留守宅を守っていた。新保家の隣に誰も住んでいない屋敷があった。庭の隅に粗末なかやぶきの小屋があり、時々管理人が掃除に来るだけであったという。空き家の管理をする者を屋敷守と呼ぶ。その新保家にある秋の夜、不思議な出来事が起きた。スズムシやらクツワムシなどが風流に鳴く音に混じって、どこからともなく人の話し声が漂ってきたという。老母は誰かしらと首をかしげた。だが声の主はわからなかった。そのうち大勢が集まって物語などする声に変わると、朝方までずっと聞こえていて、その騒がしさに眠れなかった。夜中に騒ぐ者だの偉大時代の話である。誰もが暗くなれば静かに過ごす、そんな夜の出来事であった。それからというもの、毎夜のように話し声が聞こえるようになった。声は隣家の方向から聞こえていたという。2、3夜はそのままにしておいたが、毎晩のことでもあり、そのうち我慢できなくなった。特に息子の新左衛門が留守であり、屋敷には老母をはじめ下働きの女たちしかおらず、不用心にも程がなかった。真夜中の話し声は不審であり、誰がいるにしても迷惑な話である。翌日、隣の屋敷守へ使いを立てて、近所のことでもあるので少し気を使い、当家は女ばかりで夜など特に不用心でございます、毎夜の人集めは心強くありがたけれども、息子が江戸から帰るまではまだ間の合うことなれば、お気遣いは無用のことにござりまする、と申し出た。しかし屋敷森には寝耳に水であった。驚いて、当家はいささかも人集めなどいたしておりませぬと首をかしげたが、夜には家に帰っている屋敷守のこと、知らぬうちに人が集まっておるのであろうだとしたら責任問題となる、こちらでも注意してみまする、と焦って答えていたそうである。しかしその夜も夜中に騒ぐ声は止まなかった。老母が話し声をよく聞くと、
物語でもするようであったという。しかし何を言っているものかはっきりとは聞き取れなかった。あまりに不思議なことであったゆえ、これはもしかするとコリの類の技ではないのかと気づいて、しんぼけの女たちも恐れおののいた。翌日の夜の出来事が恐れにさらに拍車をかけた。夜中にお女中衆の一人が川屋へ行き、帰ってこなかったのである。朝方になって気づいた者がいて、騒ぎとなった。方々を探した結果、川屋の前の廊下で気を失っていたのである。倒れていた女は、何か恐ろしいものを目にし、気がつくと皆に囲まれて、と泣き崩れた。一体何を見たものか記憶はなくなっていたという。不思議なことに、誰もが最初に探したはずの川屋の前に女は倒れていた。暗いうちは見つからず、朝日が差して初めて見えるようになったという。見つけた者の話では、お日様が差すようにだんだんと姿が現れ、と青ざめた顔をしていた。一体どうなっているのであろう。祖母はその時に思ったという。女たちの恐れる気持ちは尋常ではなくなっていった。夜など一人で川屋へ行くことを恐れ、何人もで連れ立っていったという。隣家の屋敷森もあのあと姿を見せなくなっていた。やがて親類の関の家から若い侍たちを借り受けて警備してもらうこととなった。そしてこの後は後編に続く。次回までしばしお待ちください。この話はいかがでしたでしょうか。後半ちょっと怖くなりますよ。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございます。毎晩10時頃から配信いたしております。チャンネル登録をしてベルのマークを押して通知をオンにしていただくと配信の案内が届きます。日によって種類の違う配信をいたしております。毎月15日だけは夜の8時から9時の間に播磨お明星本人も参加するコメント交流会ライブ配信を行います。ぜひリアルタイムでご参加になってコメントして一緒にお話ししてください。それでは今日はここで失礼します。